はい、どうもこんにちは、ふういがです。今回は、実況ではなく、ダークソウル2の、ベータテストみたいに、体験版ではないんですけど、ベータテストというねものの参加方法について、説明したいと思います。ベータテストというと、消費者が、発売前のゲームを、先行プレイして、不具合などを調べて、それをもとに開発を進めていく、テストのことです。今回は、FF14 のベータテストを参加した人にはわかると思うんですけど、メアドとかを使って、登録などして、ベータテストを送るという、めんどくさいというか、そういう作業ではなくて、プレイステーションストアから、簡単に応募することができます。説明するってほど、内容は濃くないんですけど、はい、実に簡単です。どこかにダークソウル2って、ありましたね。このダークソウル2のネットワークテストというものを、まず押してくださいね。はい。これを、カートに入れる、無料とあります。すごいですね。評価がもう、すでに1000人以上の方が、ベータテスト応募券しているという、購入手続きをして、購入をすると、応募完了になります。実に簡単なんですよね。他のプレイステーションのというかね、そんなめんどくさい作業ではなく、公式サイトに行けとかいうわけではないんで、簡単だと思います。誰でも、できると思います。送れば誰でもできるというわけではなく、抽選ですね。当たった人は、プロダクトコードが、当選者の発表と解説に書いてありますね。詳しくは、動画説明にも書きますが、もっと詳しく知りたい人は、URL を貼っておきますので、そちらを、ご覧ください。はい。僕もね、当たってほしいんですけど、こう簡単になると、応募も簡単なので、応募する人もね、多分多いと思います。はい。あまりにも簡単すぎてね、こんなに早くベータテストを応募できていいのかって感じですけど、プロダクトコードがどういう風に、配布されるのかっていうのはまだ僕はまだわかんないんですけど、URL 貼っておきますので、はい。はい。こんなとこで、終わりたいと思います。はい。当選するといいですね。僕も皆さんも、はい。今回は、説明するまでもないんですけど、ダークソウル2のネットワークテストバージョンの参加応募券の、応募の仕方について説明しました。ご視聴ありがとうございました。はーい。